なんかね、もう頭の中がごちゃごちゃしてるんだよね。これは次の日ですよね。またね、列車に乗っておりますね。また列車に乗っております。1998年10月16日でございます。一体どこに向かっているのでしょうか。ヨーロッパ町ね。ドレスデンって書いてありますね。ドレスデンで列車の乗り換えでございます。そしてここはですね、プラハ、プラハにやってきました。チェコですね。チェコのプラハにやってきました。プラハのユースホステルでございます。おそらくここで連泊いたします。絵画が飾っておりますね。ユースホステルでございます。夕方でございます。切符でございます。どこの切符だったかな。ベルリンかな。ちょっとわかんないな。もしかしたらプラとチェコの国内はパスが使えなくてそこだけ切符買ったかもしれないな。テレフォンカードですね。テレフォンカード、チケットですね。どこからかな、どこからか、どこからまでのチケットでございます。ベルリン通駅で買ったんですね。ベルリンからね、国境の駅経由でプラハマンでの切符でしたね。チェコ国内のね、運賃だけはね、別にベッドで取られたようでございます。車内でですね。何かのカードですね。バンクって書いてありますよ。シャンプー、アミニティですね。咳が出てましたね。鍵でございます。プラハの地下鉄でございます。10月の16日、1998年でございます。10月16日でございます。夕暮れ時のプラハでございます。美しい街並みですね。時計台がありますね。高
くさんの人が行き交っております。いい感じに寂れた時計台ですね。大聖堂ですかね。たくさんの建物が建ってるね。そして街明かりもね、綺麗ですね。とっても美しい街並みが広がるプラハの街並みでございます。本当にね、本当にヨーロッパっていう感じですよね。本当に美しいでございます。もうね、じっとね眺めているだけで楽しくなっていく、そういう感じでございますね。みんな時計台に注目でございます。この時計台がね、みんな見たいです。もうからくり時計でございますね。このね、アナログ的なものをね、みんなで見つめるというね、この時代はみんなスマホを持っていませんからね、みんなねカメラでですね撮ってるんですね。もう終わりかな。夜7時でございましたね。入れております。美しいです。中世のようなそんな感じの建物が立ち並んでおります。何もかもが美しいね。確かね、オペラなんて見ちゃったんじゃないのかな、記憶をたどると。ユースホステルでございます。連泊しておりますね。今回はね、2泊ずつしながらね、中の日はどっか近くに行くみたいな、そんなのを繰り返しているようでございます。したいと思います。全体的には吉妻のアメリカ経由ヨーロッパ旅後、1998年10月からの旅の様子でございます。前回の説明ではですね、ドイツのハンブルクまで行ったんですよね。ドイツのハンブルク、ここまで。ドイツは、全体、見にくいね。まあ、4カ国目、もう何回も、もう来てるところで3回目ぐらいかな4回目ぐらいかな。ハンブルクの駅に来るのも2回目ぐらいですね。このまあいいや。その日、この日の朝はブレーメンで泊まっていて、朝早くで試合に乗ってハンブルクで乗り換えて、北の方に向かっていくわけですね。そして、ドイツ国内のシュレースビヒ・ホルシュタイン州っていうところのレンズブルクというところを通っていくんですね。結構ね、運河を、川をね、橋で渡っていて、なんかループ橋みたいになっているらしいんですけどね。後々地図で確認するとね。そしてそのまま、デンマークに入っていきます。デンマーク自体も前に旅していて、まあ、19カ国目の国なんですけどね。ユトランド半島、南デンマーク地域に入って、バレイレ県っ
ですね。のフレゼレシア、フレゼレシアっていうところに乗り換えて、リーベというユースホステルのあるところに立ち寄って泊まったんですね。リーベ県、当時とね、今とではね、県がね、ちょっと変わっちゃったみたいで、当時はリーベ県だったんですが、今はお隣のエスビアウと統合されたような感じになってるらしいんですが、詳しくは分かんないですね。デンマーク19カ国目、ユットランド半島の南デンマーク地域を旅しております。で、次の日ね、列車に乗ってそのエスビアウというところに行ったんですね。エスビアウ、そこから船に乗ってですね、ファノ市、ファノ島というところに行ってきたんですね。まあデンマーク国内んですけども、オランダのね、島とねつながってる諸島になってる、端っこと端っこの同士の島だと思うんですけどね。で、その日、ここは日帰りで帰ってきてですね、リーベまで戻ってくるわけですね。で、次の日また列車に乗ってね、このフレゼレシア、フレゼレシアに戻って、ここからまた北の方を目指していくんですね。列車でですね、中央ユラン地域を通り抜けて北ユラン地域に入っていきます。デンマークでございます。そしてフレゼリックスハウン市に入っていって、フレゼリックスハウンというところに、このハウンというのは港っていう意味らしい、意味らしいんですよね。フレゼリックスっていうところなんです、場所としてはね。で、ここのね、ユースホステルに泊まったと思いますね。まあワンちゃんとかね、大きいハンバーガーとかね、カメラに映ってないので記憶が残っております。そしてその日、次の日ね、船に乗って、デンマークがスウェーデンに入っていきます。スウェーデンは前にも来ていて20カ国目でございますね。対岸のね、ウェストラエータランド県のイオデポリーというところで、船から降りて列車に乗り換えて、この日の夜にオスロに着きます。ノルウェーですね。ノルウェーも前も来ていて21カ国目ですね。で、そのままね、夜行列車に乗り換えるんですよ。で、夜行列車で夜中ビーケン県を通ってウェストラン県、ここら辺の県もね、当時の県と今の県となんか変わっちゃってるらしくて、ちょっと正確になってないんで、2つ書いてあるところもありますけどね。まあ全体的にはね、ウェストラン県の中にあるベルゲン県、ベルゲン県っていうのはベストラン県なのかホルダーラン県なのかちょっとわかんないですけどね、夜行列車で朝着いたですね。で、ここで2泊ぐらいするんですけども、で、朝着いてベルゲン観光して泊まって、次の日2泊中の真ん中のところ、列車に乗ってですね、ウェストラン県内のミュールダールっていうところで、赤い電車から緑の電車に乗り換えて、ソングオヒオラネ県、ここもね、ベストラン県の一部かもしれないんですけど、フロムっていうところに行ったんですね。まあフィヨルド観光地ですね。で、船に乗って途中ね、ソンダルというところを寄って、この辺りからバスに乗って、ベルゲンに戻ってくると。で、次の日の朝、列車に乗って、オスロに戻っていく。そして、夜着くんですね。そのまま、夜行列車に乗ってコッペハーゲン
で乗り換えて一気にドイツのハンブルクまで行くんですね。途中船にね列車を積んで列車の中で、ご飯を食べましたけどね。そしてベルリンに向かうんですが、ベルリンで泊まった宿がユースホステルがあったところがベルリンとポツダムの間にあるニコラスゼっていうところに泊まったんですね。まあベルリンに行ったりポツダムに行ったりして過ごしたということです。そして、ベルリンズー駅からまた特急電車に乗ってですね、ドイツ国内のドレスデン、ザクセン州のドレスデンを経由してですね、32カ国目のあれなんでこうなってんだろうね。ここはねチェコ公国だったと思うんですけどね。やだな、確かチェコ公国だったと思う。チェコですね、チェコ、スロバキアのチェコですね。一応チェコは初めて来たので32カ国目ということになります。そしてチェコの中で列車で通り過ぎていくんですけど、ウースチー州、そして中央ボヘミア州を通り抜けてプラハ州のプラハ駅で降りたと。ここでね2、3泊してですね、その間プラハ観光もしたし列車に乗って